やったー、ケケです。今回はですね、とりあえずシーズンお疲れ様でしたということで、2日間ぐらい動画出せなかったと思うんですけど、出してなかったと思うんですけど、なんか動画出すより結果残して、その後になんか発表したいなと思って、せっかく活用したのに、なのにもかかわらず、不甲斐ない結果を187位という、ひどいですね。でも、シーズン最多としては、まあ、もし俺がステイサムしてたら、どこだろう、ここら辺ですね。42ですね。42ら辺になってたっていう。まあ、そんなん言ってもしゃあないんですけど。で、ここ使いの二人は、ここに、アリスさんとキッドキッドさん。で、いやー、ここの、ステイ、これだったらステイしててよかったな、みたいな考えもあるんですけど、ちょっと最後のあれ、ひどかったんですよ。まあ、ラブライドチャレンジ。ここからですね、最後に、俺最後めっちゃ終盤の終盤の方にグワーって上がるんですよね。最終日は12時、24時から夕方の17時までずっと17時間ぶっ続けて待れちゃってて。で、途中、まあ上がったりしたんですけど、眠くなって下がったりもして、でそしてまあ起きたり寝たりみたいな。いや、ずっと起きてたんですけど、その中でもなんか眠い時とか眠くない時とかで波がありましたね。で、ここ来たと思って来たら、もうな、ここの、これは3人とも関空の方なんで、ワンチャンスナイプ説あり、隣にいて、おい、KK いるぞつって、オッケーつって、やられたかもしれないですね。まあ、そんなのどうでもよくて、まあ、結果としてね、結果出せなかったんで、ちょっとそれは。期待してくれてた方々申し訳ないですということでね、まあ、枯渇がシーズン縛りでやってたんですけど、枯渇解禁ということで、とりあえず保管デッキ使おうと思わせといて、新シーズンの枯渇試してみましたっていう動画です。いやー、悔しいですね。まあ正直ちょっとしんどかったかな。ジャイマジャちゃんのニスペとか流行ってたり、あとね、ウォールブレイカーのデッキ。まあ、あれは、相性悪いんですけど、うまくやれば勝てるんですよ。でも、あれのなんか、途中、マルタのヤリゴブコウモリ、アイゴレのめっちゃ高回転な、マルタ回るやつが流行って、あれは勝てねえわって思いましたね。あれにボコボコのボコにされました。それなんだ。なんかディエゴ B には相性いいやつに負けるんですけど、なんかあいつディガーで呼んでくるんですよ、プリンを。気持ち悪いぐらい。なんかもう一発打ってくれよ、姉さん。毛玉使ったからギャングのやりが残る。これに対してはゴブギャン出してくるか来ないか、来ないか。なるほど。よいしょ。で、これに対しては、コウモリかインドラ出てくると。で、コウモリか。これ、後ろギャングで前アイスピードよかったな。まあ、でもいいが。後ろのディガーも。で、これ、アイスピ付け足せば、多分、ヤリゴブが出てくるんで、それは美味しいな、プリンで。ちょうどいい。これナイトでいっか。内藤たけしで抑えて、で、このプリンに対して絶対インドラ当ててくるんで、先にバレー飛ばしとこう。どっちにディガー来るか分かんないんですけど、ディガー来たらギャングで抑える。その前に、ギャング必要だな。これ今なんですけど、2-1、右ゴブリン2の、でよかったっすね。相手削ってくるの左なんで、左を意識しつつ、絶対ディガー来ますね、これ。ディガー来るんで先にナイト出しておきます。え？来ないの？来ないのはミスっすね。うわ。メガナイト切ってきたんで先に、ここコウモリ来るかな。はい。で、ライスピだけで足りないんで、
で、リガー使った後なんで、あれやった俺。言うて。ここっすね。相手がちょっと頑張って必死に攻めてきたんで、ここを守り切ったんでロケット打って、で、こうすると相手の攻めがマスケバレぐらいしかないんでね。マスケバレ押さえてあげたら勝ちかなと。で、相手攻めてくるんですけど、ここでバレル飛ばしておくことによって、なんだろう、攻めるは攻めるんですけど、若干の牽制になりますね。よいしょ。こんな感じで、じじ。相手の、ああ、枯渇あれっすね。楽しかったっすね。もう結果はあんま出せなかったんですけど。なんだろう。まあそのマルチの厳しい感じも、あとスナイプの感じとかも懐かしくて、ド M じゃないんですけどね、別に。なんか、新鮮っていうか、こんなんだったな、みたいな。懐かしかったっすね。またいつか、縛りでやりたいですね。ただ、残り1週間とかから始めます、縛りは。とか、5日とか。そうじゃないと、動画のネタが全部枯渇。それで喜んでくれる人もいるんですけど。3日に1回ぐらいがちょうどいいんですわ、枯渇は。2日に1回か、3日に1回ぐらい。3日に1回だな。なんか、雨。じゃダメなんですよ。雨とムチが必要なんですよね、やっぱ。やべ。今そう、反動で寝起きなんですよね。ミンミンダハっていうのを飲んで、眠気を後に遅らせてたんですけど、それでずっと起きてたんですけど、で、シーズン終わって、で、また24時ぐらいに寝て、15時間も寝てましたね。普段こんな寝ることめったにないっすよ。で、頭全然スッキリしないんですけど、なんなら普通の睡眠ぐらいな気持ちなんですけど、まあ起きてた分を取り返されたって感じですね。ここまで強いな。ヘビドラも来てくれる？ OK。ヤンチーだなぁ。で、ベビドラバルーンは大体丸太ない。あ、じゃあ、ベビドラバルーン、大体丸太ない。いや、これガチだと思うんですよね。絶対丸太来ないっすよ。ヤンナーメは、あれ。アリエル。これアイスピで釣ってあげて。ヤナーメってんのは分かったんすけど、どうするかなぁ。ナイトギャングしたいな。ここでナイトギャングっすね。で、ナイトギャングバレルまで行きます。やなめ使って回ってないんで。あー、かぶった。やべ、3体に分ければよかった。めっちゃ後悔してます。何も言わなかったんですけど、投げながらめっちゃ後悔してました。あー、ベビドラっつって。先にインフェで溶かしとくんですけど、これ相当やばいっすね。ワンチャンベビドラから先に溶かした方が良かった説もある。説しかない。でもベビドラ。うわ、インフェ最強、マンジ。あ、やばい、もう一発打ってくれ。うわ。まあ。ダメ使ったんで、ここを一本ぶち折りたいですね。鼻が詰まってる。陸受けが気になる。なんだ陸受け。ここで出してくるはずだ。あ、ファイボか。ヤナメファイボか。じゃあ陸受けほぼないのかな。で、俺はこの攻撃を続けます。この801大事っすよ。多分ザップないんで。アルツのタイミングで、おいしょ。で、次ファイブ、オッケー。ファイブ使ったら、ファイブ使ったらマジで、俺を止めるカードなくね。やんな目回ってんのかよ。で、多分相手単体バルーンぐらいしかできないでしょ。だよね。しっかり釣ってあげて、ファイボ余計な位置ですね、これは。ファイボ打ってくるんで。うえ、見てんね。
あ、ナイト入って GG。陸系ゼロっすね、これ。あ、あるんかい。じゃあ出すよ。途中。てか、ファイボじゃなくて、ババで守ればいいところとかたくさんあったはずなんですけどね。ナイトギャングとかも、しっかり。いやー、まあ今シーズンはいろんなデッキ使いながら、使いつつね、自分に合ったデッキ探して上位取っていこうと思うんですけど、まあ枯渇の動画もね、出していくんで。てか、枯渇の、俺のスキルが、多分前シーズンで結構、戻ったって言った方が正しいのかな。多分戻ったんですよね。だから、シーズン終盤に、使ってたデッキを枯渇にして1日動画撮るぐらい、わけないことなんで、わけない、ん?うん、まあいいやことなんで、それはもう安心してください。今まで通りね、枯渇の動画、例えばなんだろうな、無理して撮ってたのが正直あったんですよ。勝てないって言って、勝てないんで、実際弱いし、ロイジェとかに比べるとずっとロイジェで回しとった方がいいんですけど、それが今シーズンでだいぶ変わったんで、これ今相手プリン受けないぞ。取るねか、取るね。ロリババア余計でちょっと横にずらしとくかみたい。見えてる。俺じゃなかったら見逃してるね。何のネタなんですかそれは。これはか。美味しいございます。美味しかったんでロケットでもぶちかますか。いや、まだ早いな、外は。これさてはインフェで処理して、プリン置く説。あ、それ勝つでしょ。全然勝つでしょ。一本!見えてるね。マジ。だよな、あぶねー。かすり傷、かすり傷で、プリン出すんですよ。そして相手はなんか出すんですけど、そしたらもう多分このバイブが止まんないと。オッケーオッケー、待ってないよね。インフェ出しとくか。オッケー、ポイズン使った。で、チェーンスケラの、ちょっと意識したらいいことなんですけど、あ、ミスった。ポイズン相手使ったらロケットみたいな。うわ、すごいね。そしたらこっち、ギャングがフリーになるんで、トルネ打たれてもこいつら強いんで。で、注意してみるのは上のナイトの体力かな。またポイズン使った。ロケットでいいかな。ロケットあと2周なんで、ゆっくり落ち着いてね。多分ロリバー転がしてくるね。来ない。来た。ナイトの体力だけ見て、ベビドラに攻撃されないように、されないように、されないように、守ってあげて、守ってあげて、守ってあげて。GG って感じですね。相手がポイズンをなんだろう、スケラーの時以外に打ってきた場合は、ちょっと待って、危なくないお前それ。危ね。来た場合は、そうっすね、前をナイトかインフェで止めといて、で、後ろギャングみたいな。ギャング、俺、結構高い位置出してたんですけど、もうちょい低い位置よかったっすね、ってな感じで。まあ、新シーズン、まあ、言うて環境全然変わってないかなって感じで。枯渇をお送りしていただきました。枯渇界の方々、今シーズンもまだ、全然生きるんじゃないかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。マジでこのゲームからいらなくね。